はい、本日は、お集まり、すみません、ご視聴、ありがとうございます。今日ですね、緊急、謝罪会見、を、したいと思います。はい、大変申し訳ございませんでした。はい、なるべく、簡潔に、手短に、やっていきたいと思いますので、皆様、質問は、簡潔になおかつ、手短に申し訳ございませんがお願いいたします。はい、お願いします。今回空波チャンネルにおけるエンジンオイルに関する認識に誤りがあったとお認めになられるとのことですが、はい、そうですね、私の、認識が完全にですね、甘かったと思っております。はい、はい、どうぞ。今回トリッカーを壊したことで空波鳥さんのオイルに対する認識が間違っていたということをお認めになられるのですか？はい、ですね、初めはですね、私はこうトリッカーに、乗っていた時にはですね、まあせいぜい、フラット林道の、林道ツーリングというかトレッキングしかですね想定していなかったんですね。はい、まあ、それがですね、だんだん、ちょっと厳しいところにですね、入り始めるようになってしまいまして、それでですね、まあ最近なんですけれども、そのトライアルタイヤを、入手したところからですね、まあ、さらにですね、自分の腕も顧みずにですね、下手くそであることを考えずにですね、そういう、まあ、いわゆるゲロアタックというか、そういうところにですね、行ってしまいまして、まあ、やっぱり下手くそでございますので、えっちらおっちら、えっちらおっちらと、ハンクラを使いながら、登っていたためにですね、クラッチ板にですね、まあ、フリクションプレート等に多大なる負担を、かけてしまいまして、まあ、その結果としてですね、トリッカーのクラッチを、壊してしまうという、大変な、事態を起こしてしまいまして、非常に、遺憾に思っております。はい、大変申し訳ございませんでした。はい、はい、どうぞ。国道新聞です。今回これだけの事件を起こしていらっしゃるわけですが、今後も安物鉱物油やバイク専用でないマルチグレードオイルを使用されると聞きましたが、それはなぜですか？はい、そうですね、今でもですね、自分はまあそういう初めの、街乗りですとかね、フラット林道のツーリングのような用途であれば、まあ、今使っているようなオイルですね、まあ、安い鉱物油、等ですね、まあ、中には ME 規格通ってないものも私は使っておりましたけれども、まあ、使ってもいいんじゃないかという、自分の考えに対してはですね、これは改めるつもりはございません。はい、今回ですね、その、まあ、トリッカーを壊すに至ったのはですね、やっぱりその低回転で、まあ、ハンクラを多用しながらですね、まあ、かなりの急坂とかを、急坂もしくは、ガレーのようなところをですね、登っていくという、使い方に、関してはですね、そのオイル選択、は間違っていたと、いうことはですね、素直に、認めておりますので、この場を、お借りましてですね、
まあ、お詫びを申し上げたいと思います。またこの動画をですね、私の動画を見ていただいてまして、あ、このオイルでもですね、ああいうところを登っても大丈夫なんだなっていうふうに、思った方、大変申し訳ございませんでした。オイルはですね、ちょっといいのを入れてください。はい、はい、空波チャンネルを見て真似をされた方々への責任を感じていらっしゃると思うのですが、そのような視聴者に対して謝罪はありますか？また、今後もメンテやカスタムの動画をアップしていくつもりですか？はい、私の動画はですね、あくまで自分の、メンテのとかカスタムのですね、まあ、防備力としてですね、この時は、このくらいの日付の時に、こういうカスタムをした、こういうメンテをした、まあ、その手順はどうだったというのをですね、もういちいち覚えてられないんですね。で、昔はですね、まあ、デジカメを使用して、記録をしておったんですけれども、まあ、静止画ということもありましてですね、動画で撮り始めたんですね。で、動画で撮り始めたら非常に、まあ、後で見返して分かりやすかったので、まあ、それ以降ですね、動画を、使用するようになったんですけれども、まあ、それせっかくなんでですね、YouTube の方にアップさせていただくようになったんですね。まあ、それで見ていただける方もいらっしゃるんですけれども、まあ、何分、素人の、やることでございますので、参考に、今ではですね、現在では参考にしてはいけない、動画シリーズというふうに目を打ってですね、やらせていただいておりますので、あくまで私の動画はですね、今までのものも、そしてこれからのものもですね、参考には、しないでいただきたいですね。はい、それは申し上げておきたいと、はい、思います。壊れてしまったトリッカーの容体はどうなのですか？修理の見込みは立っているのですか？具体的に教えてください。まさか乗り換えなんて無責任なことを考えていらっしゃいませんよね？はい。今回ですね、トリッカーを修理するにあたりましてですね、クラッチケース内、これかなり、傷んでたんですけども、今回は、そのまま、使います。で、クラッチプレートに関してはですね、もう全く使い物になりませんので、これに関しては強化クラッチプレート、これに変更をさせていただきます。素材はアルミでですね、純正はスチールなんですけれども、アルミのものにですね、特殊加工をしたものを使用しています。重さ3分の1ぐらいに、なるかと思いますので、またこれに関してはですね、乗り味等をインプレしていきたいと思います。はい、今回こういうことがありましたが、修理後はどんなオイルを使用されるのですか？メーカーは？グレードは？はい、今回に関してはですね、使用オイルはですね、さすがに、このようなことがあった後でございますので、安い鉱物オイルは入れませんでした。はい、バイク屋さんとですね、話し合いを、持ちました結果ですね、今回に関しましては、そのバイク屋さんが使われているオイルは、和光ケミカルなんですけども、和光ケミカルさんの、トリプル R、これを、入れております。よろしいですか？はい。ということは、これからはずっと和光ケミカルのトリプル R を使用していくつもりなのでしょうか？路線を180度変更して化学合成オイルにされるおつもりですか？はい。ですね、そこに関してはですね、今、まだ定まっておりません。とりあえずはですね、このトリプル R、を使ってみて、次回もトリプル R、使うかもしれません。で、
あとはですね、まあ、ちょっと今その後、まあ、この1ヶ月間ですね、トリッカーを壊したことに関して、まあ、反省をしながらですね、まあ、オイルに関してもですね、いろいろ、見てきたんですけれども、まあ、パノリンの、オフロードのものですね、まあ、これまだブレンドになるのか、シンセになるのかはちょっと、考え中ではございますが、まあ、何分お金のかかることでございますので、ブレンドを中心に、はいはいはい、検討をさせていただいております。はいはいはい、リンドータイムスです。オイル交換についてなのですが、化学合成オイルを使用されるとのことですが、交換サイクルは今までとは変わってくるのでしょうか。はい、そうですね、まあ、交換に関してはですね、まあ、従来の私の考え方としては、まあ、ゲロアタックですとかね、かなり激しい、曲がれとか、クライムをしたような場合はもうその日に、オイルをなるべく、変える、もしくは1000キロ以内で交換っていうような形でやってきたんですけれども、まあ、ちょっとねさすがに、化学合成油のいいオイルをその使い方っていうのはちょっと私のお財布的にですね、厳しいものがありますので、まあ多少今までよりもですね、乗ると、はい、思います。はい、まあ、毎回ね、そういうゲロアタックですとかヒルクライムをするわけではございませんので、はい、はい、そのように、はい、思っております。はい。はい、トリッカーについてはよくわかりました。そうしましたら、他のバイク Z1000 や YBR についてはどのようにお考えでしょうか。はいはいはい、まあ、オイルに関してですね、まあ、ちょっと考えるところがありましたので、Z1000 に関してはですね、まあ、今オイルリザーブが、まあ、赤男爵さんの方で、してるオイル、まあ、これモチュールなんですけどね、このオイルはもうそのままでいいかなと思ってますし、まあ、ちょっとトリッカーはですね、使い方が随分変わってきたので、まあ、オイルもそれに合わせて変えていかないといけないなというふうに反省しております。で、YBR に関しましてはですね、これまあ使い方としましては今まで通りの街乗り、買い物、通勤というような用途でございますので、まあ、これに関してはですね、従来通りという形でさせていただこうかなと、はい、思っております。はい。それではそろそろ会見の時間も終了ですので、最後に視聴者の皆様に一言をお願いいたします。はい、わかりました。まあ、この度はですね、本当に、まあ、もし私の動画を見てですね、まあ、フラットリンドのみならず、作業リンド、山岳リンド等、もしくはゲロアタックのような場所、にですね、まあ、私と同程度、の、同程度っておかしいか、すいません、申し訳ございません、あまり上級者じゃない、まあ、上級者の方も使わないですね、はい、ここはもう素直に認めさせていただきましょう。そういう用途で、使う場合には、安いお湯はやめてください。はい。以上、空の実鳥の、謝罪会見と、はい、させていただきます。本日は、ご視聴、およびお集まり、の皆様、はい、ありがとうございました。はい、大変申し訳ございませんでした。